まずは彼女を助けましょう。でも幸い、傷を負ったり驚いて目を覚ましたりしていないわ。注意を払いながら彼女を安全な場所へ連れて行きましょう。また明日、アーシア先生。私どうしてまたここに戻ってるんですか？夢？でも、アーシア先生は。そっか。やっぱり、ただの夢だったんですね。だって、これが元の姿のままですし。これ？この植物のことです。ずっと開花せずに、もう20年近く経っていまして。夢の内容と関係があるのよね。詳しく話してくれるかしら。あ、すみません。まだ少し意識がぼんやりとしていて。ちょっと深呼吸しますね。まずはこれの話からしましょう。この植物はさっき言ったアーシア先生がいなくなる前にくれたものなんです。先生は私の両親の親友で、私を教え導いてくれた存在でもあります。とても素晴らしい正論派の学者でした。卓越した学術の才だけでなく、身のこなしにも優れ、冒険者協会の仕事をたくさん引き受けていたのを覚えています。それでその人は冒険に行ったのか？はい、私が10歳ぐらいの時に、先生は深淵の秘密を探すためここを長く離れると言いました。でも深淵が何なのか私には分かりませんでしたし、先生は家族同然の人だったので、私は行かないでとお願いしたんです。すると先生は私をぎゅっと抱きしめました。二人して涙を流した後、私は眠ってしまい、目が覚めた時には家に戻っていたんです。結局先生は言ってしまいました。私のことが一番大切だという手紙を残して。ただそれにはこうも書いてありました。深淵を調査することはより多くの人々の大切な人や物事を守るためだと。先生は過去の冒険で重要な手がかりを得たそうです。すぐに動かなければその機会は二度と訪れない状況だったのでしょう。星と深淵を目指せってただの決まり文句じゃなかったんだな。先生は手紙の中に種を入れ、こう綴っていました。その種が発芽して開花したら、自分がどんな危険な状況にあろうとも帰ってくると。それから私が大人になった姿をとても楽しみにしているとも。ただおかしなことに、どれだけ水や肥料をあげても開花しないんです。正論派の学者に聞いても誰もこの現象を説明できませんでした。その植物詳しく見てもいいかしら？もちろんです。私も宗神様にその答えを教えていただけたらと思います。そうね、これは…ナヒーダがこんな表情を見せるなんて珍しいな。
いいえ、どういうことなのかはすぐに分かったわ。私がためらったのは、それを言うべきかどうかなの。彼女が植えたのは、学会で知られている植物ではなく、特殊な手段で栽培した新種よ。その特徴から見るに、殻を破った瞬間から、すでに開花する力がないものだと分かったわ。そんな。つまり、彼女の言うアーシア先生は、とっくに危険を察知していて、二度と戻れない覚悟をしていたのね。私が観察してきた経験から見て、これは、残酷な事実に当てはまるわ。残酷を前にしたとき、人は泣きわめき、虚言を吐いて、怒り狂うこともあるかもしれない。彼女が真実を直視すべきだということは分かっているわ。けれど同時に、彼女を傷つけたくないの。どうすればいいか、教えてくれる？確かに厄介だな。お前までそう感じるほどのことだもんな。でもそれだと責任をあなたに押し付けてしまわないかしら。彼女があなたに怒りの矛先を向けたらどうするの？大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。さっきナヒーダが挙げたのはどれも極端な例だぞ。わかったわ。ありがとう。じゃあ、戻ってこのことを伝えようぜ。開花できない？そんな、開花できない植物だなんて。それってつまり、繁殖することもできず、枯れてなくなるしかないのですか？つまり、先生は最初から戻ってくる気がなかったということですか？先生の言ったことは全て嘘だったと。もちろん、良かれと思ってやったことだと思うぞ。どのみち残酷な別れになるなら、少しでもそれを遅らせたいって考えたんじゃないか？そうだぞ。彼女のお前に対する愛とか関心やぬくもりは全部本当に実在してたんだ。おそらく彼女もあなたが真実を知った後、彼女の選択を理解し尊重することを望んでいたに違いないわ。わかりました。ごめんなさい。文句を言うつもりはないんです。ただ少し受け入れられなくて。夢ではあんなに素晴らしいものだったのに、現実はこんなにも冷たいなんて。先生は本当に帰ってきたのだと信じていました。話したいことがたくさんあったのに。この夢は想像しているほど美しく単純なものじゃないのかもしれないわね。あるいは何かの力があなたたちの感情を利用しているのかも。そうなんですか？ええ。だから調査が終わるまでは、モーメント・オブ・ドリームの会場に戻って、夢の暗示を受けないよう注意を払ってちょうだい。本当にごめんなさい。わかりました。助けてくださり、ありがとうございます。それと、この植物に傷がついてなくてよかったです。そうでなければ、最後の記念さえも失っていたので。感謝するわ。彼女もやっと現実を受け入れたようね。でもこの悲しみを消化するにはきっと長い時間を要する。あなたたちが愛について話した時、彼女の目に明らかな揺らぎを見たわ。まるで絶好のタイミングで降る優しい雨のように、今にも蔓延しようとする炎をかき消したの。えひひ、なんたって人は共感ができるからな。共感？なるほど。
これはとても貴重な知識ね。勉強になったわ。そうだ、さっき誰かがあいつらの感情を利用してるって言ったよな。もしかしてもう何か分かったのか？ええ、この2つの件の共通点は、アイルマンとキャシアが最も大切な人を失っている点にあるわ。彼らは夢の中で大切な人と再び会うことができた。そしてその相手のリアルさも夢が見せるレベルをはるかに超えていた。それは思いの力と解釈するよりもっと悪質なものだと考えざるを得ないわ。そう、誰かが彼らの思いを利用しているということに。おう、ただ人の夢を導いてるだけだぞ。何が目的なんだ？それは引き続き調査が必要よ。とりあえず一度モーメントオブドリームの会場に戻りましょう。何か嫌な予感がするわ。事態がまずい方向へ進んでいないといいのだけど。戻ったわ。今どんな状況かしら？その、申し訳ございません、宗神様。このことを経験した方をどう説得したらいいか、まだ思案しているところなんです。宗神様からの警告を受けたので、たとえ彼らが危険だと思っていなくとも、その人たちをここへ連れてきました。ただ、一部の方はすでに深く眠っていて、長いこと目を覚ましていません。この状況は私たちではどうしようもない状況でして、モーメントオブドリームは規模の小さい同好会です。開催側の人手があまりにも足りなく。やっぱり私の予想が当たっていたわね。宗神様、お戻りになったんですね。一体何が起こっているんです？どうして我々をここへ集めたのですか？ここにいる人の多くは今も美しい夢を見ているわ。でも、みんなには申し訳ないけど、それら夢の背後には何か陰謀が隠されていることが私たちの調べで判明したの。だから真実が見つかるまで夢の中の情景を追いかけたり、そういった暗示を鵜呑みにしたりしないでちょうだい。そんな、関係ないんじゃないですか。ただ夢を見ているだけですし、他の人に影響が出てるわけでもありません。夢の暗示を受け入れたことにより、自分から外へ行って危険な目に遭った人をすでに二人見つけたわ。そうだぞ、これはもうただの夢ってレベルじゃないんだ。そうだったんですね。わかりました。つまりその詳細が詳しくわかれば、こういった夢を引き続き見てもいいということです。確かに、俺もまた姉さんに会いたい。申し訳ないが、宗神様、これから言うことは失礼になるかもしれません。さっき俺たちで互いに話し合ったんですが、みんな夢の中で大切な人に会ってるんです。それはまるで生き返ったかのようでした。誰も目を覚ましたくないと思うほどです。ええ、それも私たちの調査した状況と一致するわ。ですので、もしもこの件の調査結果によってこの夢を終わらせるってことになったら、我々にとってはあまりにも酷なことなんです。我々もその危険性は理解しています。ただ夢の中にいる人が我々にとってどれほど大切なのか、宗神様にはわからないでしょう。誰もが宗神様のやっていることを理解し協力できるとは限りません。少なくともみんな
宗神様の調査が終わるまでに夢の中へ行き、大切な人に会ってさよならを言いたいはずです。これこそ私たちが直面している一番厄介な状況なんです。協力してくださる方があまりにも少ない。たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか。そうね、私たちが伝える危険の描写は美しき無境と比べると筆書きのようにいささか精細に欠けるわ。どうやら現状を制御できないことは避けられないようね。時間が遅れれば遅れるほど多くの人々が警告を無視し甘い夢に戻ろうとする。じゃあどうすればいいんだ。直接夢の中に入って事件の真相を見極めるしかないわね。ペドラッシュ、今ここに例の不思議な夢を見ている人はいるかしら。そうですね、こちらへお越しいただけますでしょうか。ええ、いいわよ。この方は我々の説得に応じず、先ほどここで眠りにつかれました。彼女は寝ているだけで無憂はしていないわ。まだ眠りが浅いようね。夢の中に入るってオイラたちも寝る必要があるのか。心配しないで、私は暗草なりデビよ。緊張しないで目を閉じて、自分が砂浜にゆっくりと溶ける波だと想像して、チリジリになりながら沈んでいく。何かあったら絶対にオイラに言えよな。とにかく無事に夢の中に入れたみたいだな。どこか見慣れた場所に来るものだと思っていたけれど、周りは全て見知らぬ景色だわ。巨大な植物がいっぱいだ。空中にもあるぞ。不思議だな。本来ならデビーの無境に直接たどり着けるはずなのに、どうやら一筋縄にはいかないようね。とにかく手がかりを探しましょう。断罪の名において、またか。全部丸見えね。通じる扉みたいだな。他に道もないし入ってみようぜ。
間違いないみたいだぜ。これらの不思議な夢は現実の情景を暗示していることが多い。これも私たちが以前に集めた情報と一致しているわね。じゃあさっきいた空間は何だったんだ？それってつまりまた無境集合体ってことか？ええ、その可能性が一番高いわ。これほど多くの人が似たような皆無を見ているのだから。もしそれぞれが独立した夢であった場合、操るにしても管理するにしても、こうしてつなげておくより難しくなるわ。そうなのか。じゃあデビーと話をしてみようぜ。でもそばに他の人がいるぞ。あいつらも夢を見てるのかな。この空間が彼女の夢であれば、そばにいる人はデビーの大切な人かもしれないわ。とにかく確認しましょう。確認？どうやって？見ててちょうだい。ここのコーヒーは昔と同じね。テイワット中を旅したあなたたちならきっともっと美味しいコーヒーを飲んだことあるんじゃない？外のもんがいくら良くても故郷の懐かしい味にはかなわないさ。そうね、体が慣れ親しんだものはそう簡単に変えられないわ。とにかく乾杯しましょう。あなたたちの帰りを祝して。手をつなぎましょう。彼らはどうして？まあいいわ、どうでもいいわよね。まだためらいがあるようね。確認したわ。ここは確かに彼女の夢よ。なぜなら他の二人からは心の声が聞こえなかったから。これが送信の力か。おいらも今度から気をつけようっと。安心して、普段この力を使うことはないわよ。だってそんなの失礼じゃない。私も覚悟を決めなくちゃね。これからまた残酷な話をするけれど、今度こそ逃げないようにしないと。送信様、どうしてここへ？お祝いの邪魔をしてごめんなさい。ここで起こっていることとあなたの記憶とで食い違いが生じていることに気づいているかしら。ちょっとわかりません。それってどういう意味ですか？私にはわかるわ。送信様はみんながここに集まれたのは人生でまたとない縁だって言いたいのよ。それよりコーヒーでも飲まないか？俺のおごりだ。今回はかなり稼げたんだ。記憶、またとない。よく考えて。彼らの本当の状況はあなたが一番よく知っているはずよ。こうしてテーブルを囲んで話をするのはただの独りよがりではないかしら。スチームバード新聞社の報道は確かなものだった。彼らの乗った商船は岩礁にぶつかって沈んだの。それ以来バスマとガスパーから知らせが届いたことはない。ちょっと何言ってるのよデビー。思い出したんならそれでいいんだ。ここで起こってることは全部本当のことじゃないんだぞ。そっか、私は夢にいるのね。でも私の夢である以上
本当かどうかなんて重要じゃないわ。私はここの偽りを楽しんでいるの。現実にある悲劇と向き合う必要はない。彼らは私にとってかけがえのない友達よ。二人は私を理解してくれる唯一の存在なの。このまま夢を見続けても何も悪くないでしょ。でもこのまま行けばだんだん現実と夢の境目がわからなくなるかもしれない。あなたがそうならないかとても心配なの。夢は永遠にあなたの気持ちに沿うもの。それと比べて現実はトゲにまみれ、少し気を抜いただけで傷ついてしまう。大丈夫です。まだそこまで分別できないほどではありません。本当に？まあそんな難しいことは置いといて、コーヒーとかデザートを食べるのはどうだ。現実でも夢でも楽しけりゃいいじゃないか。そんなわけにはいかないぞ。お前たちがどこから来たのかさえオイラたちにはわからないんだ。あ、ごめん、悪気があったわけじゃ。大丈夫、みんなそれなりに大変なのはわかってるから。今の状態を見るとこの場所はまだあなたに無害のようね。知りたいのだけど、もっと奥深くへ行く方法はないかしら。それでしたら、前に聞き慣れない声がこう言っていました。ここには入り口があるって。いつか入ってみるかもしれませんが、今のところあまり興味はありません。分かったわ、教えてくれてありがとう。行きましょう。やっぱり私たちは今この無境の最も表層部にいたみたい。全部丸見えね。ただの夢。慌てないで、無境とはそういうものよ。もうデビーの夢から出ているけれど、無境はまだ伸びていてどこかへ向かっているわ。この夢には虚幻の人物を想像する力がある。だからこそこれほどまでに人は夢中になってしまうのね。そうなのか、にわかには信じられないぜ。推測だけど、これらの夢がつながっているとすれば何かしらの順序があるはずよ。さっきのデビーは自分が夢を見ていることを意識できた。つまり彼女はまだ夢の浅いところにしか入っていない。でも私たちの今いる空間が反転しているわ。私の言った無境の特徴を覚えているかしら。夢が乱れてる。そう、もしかしたら私たちは今もこの夢の深くへどんどん入っていて、下に行けば行くほど本質に近づけるのかもしれないわね。真実は一番奥深くでオイラたちを待ってるのかもな。ええ、万全の準備を忘れずにね。見た感じ、何かを入れる必要があるみたいだな。
答えなさい。うわ、難攻不落。ふっはっ、いざ。でも雨が止むとまた現れる。花というより視線を避ける草スライムね。また変な比喩の時間が始まったぜ。無教である可能性が高いわね。なんであいつまた夢を見てるんだよ。どうやらあのような危険でさえも妻への思いを諦めることはできなかったようね。これまでの推測からして、あいつの夢がここに現れたってことは、今すごく深く眠ってるってことだよな。前に彼と接触していたのが幸いだったわね。無事に彼の目を覚ますことができるといいのだけれど。おお、君たちか。不思議だな、君たちが俺の夢の中に出てくるなんて。夢？お前はこれが夢だって知ってるのか？もちろんさ、現実にこんないい話なんてないからな。紹介しよう。前に話した俺の妻メイナーだ。それから俺たちの子供ヘイデル。皆さんこんにちは。この度は宗神様からのご好意を賜ることができて、とても光栄に思います。パパ、宗神様と知り合いなの？すごい。これ何？新しいおもちゃ？おもちゃじゃないぞ、アイラはパイモンだ。いや、こんなこと話してる場合じゃなくて。ナヒーラ、これってオイラたちが予想してたのとちょっと違くないか？ええ、少し時間をちょうだい。ああ、そっか。さっきモーメントオブドリームにもいなかったから、てっきり家に帰ったのかと思ってたぞ。悪いな。何としてでもヘイデルを母親に会わせたかったんだ。途中の道にも結構慣れたからヘイデルをここまで連れてきた。幸い魔物には遭遇しなかったよ。ヘーデルがこんなに大きくなってるなんて、私もとても嬉しいです。夫には苦労をかけてしまい、本当に申し訳なく思っています。私は妻と母親としての責任を果たせませんでした。いいんだ、そんなことは言わなくていい。夢の中だが、こうして集まれたのも天が与えてくれた恩恵だろう。どうするんだ、オイラたち真実を言うべきだよな。残酷な話は私が言うわ。ええ、私がね、ごめんなさい、伝えなければならないことがあるの。
私たちはあなたの夢によって作られた姿ではなく、自我を持つ意識よ。あの時と同じように、私たちはまだこの夢の真実について調査しているの。そしてすでにいくつかの手がかりを得ているわ。つまりこの夢はやはり正常ではないのですね。どういうことですか？俺たち一家の集まりは束の間に終わる運命にあるってことだ。ママ、行っちゃうの？おそらく、ええ、最終的にはそうなるかもしれないわね。え、やだ、ママ、行っちゃやだよ。何が起こっているかわかりませんが、安心して、ヘイダル。ママはどこにも行かないから、泣かないで。メイナーは何が起こっているのか知りません。彼女の認識は私と一致していませんので。私はここが夢だと知っていますので、その真実をメイナーに告げようとは思っていません。ただ、はあ、もう何を言えばいいかさえわからないのです。複雑なことはわかりません。ただこの夢がいいものか悪いものかに関係なく、あなた方はそれを解決しに来たのでしょう。ええ。では最後にもう少しだけ楽しませてください。背後にある原因が何であろうと、自分は幸運に恵まれたと思っています。この機会にとても感謝しているんです。この夢はどうしても消えなければならないのでしょうか。ごめんなさい。おそらくそうよ。うん、そうですか。わかりました。こちらへどうぞ。この先を進むとより深いところにつながっています。下に行けば行くほど甘く美しい場所にたどり着き、引き返せなくなると聞きます。あなた方の欲しい答えもその中にあるかもしれません。どうぞ行ってみてください。協力してくれてありがとう。私も心から申し訳ないと思っているわ。そんな礼なんていりません。私はあくまでも一介の凡人。神に関与する権利も力もない。私には他の選択肢がないのです。私も後から追いかけます。少なくともメイナーとヘイデルにどういう状況なのか見せなければならないので。でないと目が覚めた後、ヘイデルがメイナーを誤解して責めてしまうかもしれません。オイラたち悪いことしてるわけじゃないんだよな、ナヒーダ。それはあなたのいいと悪いの定義によるわね。手をつなぎましょう。ヘイデルにとって残酷すぎやしないだろうか。どうやって受け入れてもらおう。また同じ場所だ。ここって無境全体をつなぐ階段みたいだな。ただどんどん凶暴になっていっているようね。普通の階段は攻撃してきたりしないわ。そうだな、オイラたちの推測も間違ってたみたいだし、アイルマンは自分が夢を見ていることを意識できて同時にそれを楽しんでた。深い夢の中にいるっていうより、より目が覚めたって言った方が正しいのかな。これまでの考え方は間違っていないと思うわ。ただ解釈を変える必要があるわね。夢の程度が深くなっているのではなく、夢の主のここに対する未練が深くなっているのよ。あなたたちは夢を本当だと思ったことはない。そうでしょ？オイラはたまに本当だったらいいのになって
ことあるぞ。でもちょっと思うだけですぐに忘れちゃうけどな。なぜなら私たちは現実を生きる存在だから、現実こそが私たちの焦点であるべきなの。これは夢の幻想性を定義するものでもあり、夢がどうなろうと私たちは気にしない。でももしも私たちが現実を手放し夢を抱くことに決めたら、夢はどうでもいいものではなくなる。おいら分かった気がするぞ。脳はより入念に夢の世界を構築するようになり、現実味もさらに増していくわ。アーカー社が無境を知能に変えられるということは覚えているかしら。リアルな無境を構築する場合もそれと似たような力を消耗するの。それってここにも過信探査のニーローみたいな夢の主がいるってことか。そいつの目を覚まさせればこの無境集合体も終わるんだな。ええ、その可能性は高いわ。スメールシティの無境集合体はアーカー社によって作られたもの。でも今アーカー社はすでに止められている。この件はアランナラとも無関係よ。そして人間も他の形を通して無境集合体を作る力はない。つまり、え？まさかそいつがアーカー社を再起動したのか？それはありえないけれど、大方教霊院の学者でかつてアーカー社と密接な関係にあったものでしょうね。だとしても一体どうやってそれを行ったのか、そしてどうやって夢の主を選んだのか。ええ、ここはまだ終点じゃないわ。その人物の動機を知れば全ての疑問の答えもわかるでしょう。難攻不落、天道ここにある。通り抜けましょう。
いざ。でもないな。ここはもう終点よ。え、嘘だろ。そうだな、ここってごく普通の街並みじゃないか。私は夢に関する権能を持っているから、誰が夢を見ているのか、誰が夢によって作られているのか、明確に見極めることができるわ。完全にこの無境を受け入れた者のみがここに来られるのでしょうね。ここ人がたくさんいるけど、どうやって夢の主を探し出すんだよ。大丈夫、私に方法があるわ。夢が永遠に続くこと。植物に音楽を聴かせたらとてもよく育つって聞いたの。ちょうどあなたの演奏もだいぶ聞いてないと思ってね。最近忙しくてな、すまない。おや、宗神様ではありませんか。あ、宗神様。それにそちらのご友人方もこんにちは。私はここで花屋を営んでいるエミルです。こちらは私の夫モセイス。何かご用でしょうか。私のことは知っているでしょ。演技をしなくてもいいわ。それともあなたのことを夢の主と呼んだ方がいいかしら。なるほど、さすが宗神様だ。悪いな、エミル。俺の研究が宗神様の注意を引いてしまったらしい。先に花屋に戻っててくれ。後で一緒に花の手入れを手伝おう。ええ、分かったわ。宗神様の前で小賢しい演技をしようとしていたなんて考えが甘かったか。では私から先に聞こう。少なくともその方が物分かりがいいことを示せるだろうしな。宗神様はこの無境についてどこまで知っている？この無境はアーカー社によって作られ、存在しない人を想像する力がある。そしてあなたは全く異なる方法で永遠に目覚めることのない夢の主になった。永遠に目覚めない？さすがだ。知恵の化身を前にしていることをつくづく実感する。どうやってそこまで推理したのか聞いても、その代わりとして私もあなたが最も気になっている質問に答えよう。簡単なことよ。
この空間にはあなたを除いて全て夢を見る現実の人間か想像された偽りの人しかいない。あなたはこの夢の中で他の人と同じように見えるけれど、私にはあなたの夢を感じられないの。元から目が覚めている人を起こすことはできないでしょう。なるほど。目が覚めている状態で夢の主となれば、この世界はあなたの目覚めによって崩れることもない。理論上あなたはここの絶対的支配権を手にしたことになる。どのような角度から見てもこれが最適解ね。残っている問題はあなたがどうやって成し遂げたのかということだけ。答えは目の前にあること。宗神様、私は私の現実をすべてこの夢に捧げたんだ。アーカー社がまだ運行していた頃、私は自分の意識をすべてアーカー社にアップロードした。実はこれはある事故のせいでね。本来の目的は決してアーカー社や無教集合体ではなかった。すべてをつなげる手がかりでもある本物のような人の方だった。そうだ。人間はあまりにも複雑であるため、アーカー社の強大な知能を利用する以外にそれを実現する他の方法私は思いつかなかった。アーカー社の規模は仮に私が少しだけ利用しても誰も気づかないほど大きなもの。そしてその少しだけの知能が私にとっては使い切れないほど膨大なものだ。たとえしらみつぶしのような方法を使ってもリアルな人格を作り出すことが可能だった。私はその一つ目の作品をエミルと名付けた。それってさっきの女の人じゃないか。私は彼女と同じ日に教練院に入った。入学の手続きから数えて一日に6回も鉢合わせした。そんな単純な理由から私たちは恋に落ちたんだ。共に学習と研究をし一緒に成長していったよ。全く同じ歩調で歩んでいた私たちは体は別々でも心はつながっているように感じた。しかし彼女は命を落とした。マリン病によってな。エミルの人格をより完全なものにするためにもさらなる学習サンプルが必要なんだ。私はアーカー社のデータベースから彼らのデータを探し出し、心理的な病気の検査を理由に彼らの体内に収集装置を残した。それにより彼らをネットワークにつなぎ、エミルに彼らの思いを感じさせることを可能にさせた。エミルはそれにより成長し、性格もより人間味のあるものになっていった。研究に全力を注ぎ、効率を上げるために私は意識をアーカー社へとアップロードし、ネットワークの一部となった。つまり正確に言うと、あなたは目覚めないのではなく、目覚めることができないのね。ああ、アーカー社が何の前触れもなく停止されたことによって、私は全ての知能を失い、自らが立てたネットワークに囚われた。最初は慌てたが、状況を整理した後、知能の源を切り替えれば、この世界を再起動できると分かったんだ。つまり、ネットワークにいる人はみんなお前に知能を与えてるってことか。これがことの詳細だ。私は自分が悪いことをしているとは思っていない。ただ彼らと自分を救っているだけ。彼らに良き夢を与え、その代わりとして彼らから知能を提供してもらい、無教の燃料にしている。彼らは目を覚まそうとすればいつでも覚めることができる。しかし人は元から眠りが必要だ。どうせなら美しい夢を見続けた方がいいだろう。私もそう思うわ。ここは私たちがやっとのことで作った家なの。うん、その通りだ。俺たちは自分でここに残ることを選んでる。よくわかりませんが、私は二人ともっと一緒にいたい。二人が悲しむ姿は見たくありません。ありがとう、メイナ。宗神様、どうか私たちを理解してほしい。
みんな、そう慌てなくても大丈夫だ。宗神様は民を理解し、愛している。我々の自由を妨げたりしないだろう。おい、卑怯だぞ。どうやら私の最後の質問もあなたに答えてもらう必要がなくなったみたいね。すべての秘密を教えてくれたのは、それについて恐れがないからでしょ。なぜなら、民を武器にして彼らの神に突きつければ、神はなすすべがなくなるもの。彼らは、ただ大切な人とずっと一緒にいたいだけ。私はそのチャンスを与えているに過ぎない。何も間違ってないはずだ。愛する人と別れたくない。親友と再会したい。これの何がいけないという。あなたが人間をもっと理解するか、もしくはあなたも苦しい別れを経験していれば、これほど人の心がわからないことはなかっただろう。その才能と覚悟を正しいことに使っていれば、新たな世代の賢者にもなれたかもしれないわね。残念なことに、あなたの恐れを知らずに王妃を発言するほどの傲慢は、教令院の六罪の一つを犯してしまった。あなたは人間の感情と冷徹な知能を等しいものとし、彼らが直面すべきだった痛みを剥ぎ取り、それを隠した。彼らが沈黙するよう誘導し、そしてその悪行に全くの自覚がない。痛み？誘導？そんなもの。ここが創造された時から存在しない。いいえ、存在するわ。アイルマンの娘、ヘイデルよ。え？娘がどうしたんです？この無教は規定のネットワークを頼りにしている。言い換えれば、体内に装置を植え込まれた人のみここに入ることができるの。あなたの体験したことを詳しく思い返してみて。私はヘイデルを連れてこっそり丘に戻り、そこにはメイナーが待っていて、ヘイデルも母親に会えて、ヘイデルはヘイデルではない。ええ、彼女はあなたと同時に無教に入ることはできない。あなたが夢に入った瞬間、無教はヘイデルを想像し、娘を母親に会わせるというあなたの願いを実現した。それで本物のヘイデルはどこにいると思う？まだ丘に取り残されて。そう、父親が急に気を失い、意味のわからないことを言い出すのを見たら、彼女はとても怖いと感じるでしょうね。しかもそこには魔物も出没する。とても危険よ。ヘイデルはまだそこにいる。だったら。パパ、何言ってるの？全然わからないよ。すぐに目を覚まさなければ。ヘイデルを一人きりにはできない。みんな何かを思い出したようね。自分を守るため、人は苦痛から離れ安らぎを抱こうとする。それは人間の本能であり、弱点の一つでもあるわ。だったらなぜそれでも多くの人が危険を承知で前へと進み、苦痛を承知でそれに立ち向かうと思う？人は自分だけのために生きているのではないからよ。彼らには家族が、愛する者が、友が、家が、そして未だに実現していない人生の理想がある。しかしあなたは最も安楽なものだけを彼らに見せ、見えない苦痛の上にあなたの無境を築き上げた。そんなの巧妙な詐欺に過ぎないわ。確かに夢の中に長いこといるな。やるべきことがまだたくさん残ってる。神が不完全な世界を作り、無数の整理死別を生み出したのは、人を理解していないからだと思っていたが、まさかあなたが答えを見出すことができるとは。しかし残念ながら、それも無駄なことだ。
目を覚ましたければ一時的にそうすればいい。ちょうど私もエミルと少し二人だけになりたかったからな。この夢が存在する限り全員戻ってくる。人はあなたが思うほど強くはないし、あなたが神だからといって何にでも従うわけではない。そろそろ余計なデータとノイズを片付けなくてはな。気をつけろ、魔物だ。全員すぐにここから離れて安全な場所へ行って。私こそがこの無境の支配者。無数の魔物を想像するなど造作もない。安心するな。傷を負う前に目が覚めるだろう。エミルは誰かが傷つくのを見るのが好きではない。だからおとなしくしてもらおうか。難攻不落。断罪の名において。うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものならたとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。何が起こったか。幻想が突如崩れ制御できなくなったのね。まずい。エミル、エミル、エミル。大丈夫か、エミル。やめろ、頼む、やめてくれ。手をそこから離れて。私の花を壊さないで。どうしよう、この花なの。とは言ってたわ。私は誰？エミルじゃない。やっと終わったぜ。さっきは何が起こったんだ？彼はまだアーカーシャ技術に対する掌握が完全なわけじゃない。魔物の創造に大量の知能を使い、システムを制御できなくなったのね。そして創造された人までもが魔物となった。もちろんエミルも例外じゃないわ。たとえ夢だとしても残酷すぎる。オイラから見ても怖いって思ったほどだし、あいつらは余計。でも幸い混乱はすでに収まったようね。あとはここの人を目覚めさせ現実に戻らせるだけよ。エミル、私のエミル。全てがなくなった。全てが夢に終わった。運命には抗えない。知識には頼れない。この世界はあまりにもひどすぎる。まだ私たちのせいだと思っているの？そんなのはもう重要ではない。無境の運行を維持する知能が全て魔物になった以上、ここはもうじき崩壊し、私の意識も消えるだろう。エミルと一緒に行かせてくれ。たとえ灰になろうとも、私は目を覚ましたくない。ショックを受けすぎて絶望してるみたいだ。
エミルが魔物になった瞬間を見た彼にはもう十分と言えるほど精神的な罰を与えられたと思うわ。虚無について深く理解した後はそろそろ存在の意義を振り返る番ね。存在？ふっ、私は彼らとは違う。とっくに意識しか残っていないんだ。私のアーカー社に対する理解によれば、あなたの意識をここから抽出し知識の容器に入れることは可能よ。教霊院は今もあなたの体を保管しているはずだから、すぐに目を覚ますことができるはず。必要ない。このまま消えさせてくれ。もはや現実に価値なんてない。これは同情なんかじゃないわ。あなたがこのまま消えて法による罰から逃れることは許さないと言っているの。これからの人生はあなた自身がどんな形で存在するかを決めてちょうだい。さて、旅人にパイモン、私たちもそろそろ帰るわよ。この件に対して全ての終止符を打つために。何でもないわ。ここの人たちに目を覚ましたらモーメント・オブ・ドリームの会場に集合するよう伝えましょう。